安心安全な暮らしのためのコミュニティである自治会や町内会からの情報、特に防犯や防災に関するものは早く知りたいよね。そんな地域の情報をスピーディーに発信し共有できるように、町内連絡にチャットアプリを活用している地域があるよ。福岡県北九州市小倉北区の中井工区、安心安全で活力あるまちづくりを目指し活動しています。地域の人たちはどんな活動に期待しているのかな。地域住民が期待する町内会活動の第1位が防犯活動、第2位が防災活動という調査結果を踏まえ、中井工区では防災・防犯などの地域情報をリアルタイムに発信し情報共有する仕組みを作ろうと、町内連絡にチャットアプリの導入を検討。行方不明者の捜索や不審者情報の共有、火災発生の際の対応など、チャットアプリを通じてやり取りする実証実験を行政の協力のもと行いました。安全面防災面で緊急を要するような内容についてはですね、皆さん方の方にすぐに伝わるということで、やっぱり自分たちが目についたところでこういうところは危険ですよというふうな情報は速やかにもらえるようになりましたね。こちらの方も行政にすぐに頼めるということで、非常にスピードが上がった対応ができるようになったと思いますね。導入後は道路の陥没など危険箇所の連絡をチャットアプリで行うことで、発見から修繕まで速やかに対応できるようになりました。破れているので、そういうところを行政の方に連絡して応急処置をいたしましたとかいうのが流れてて、ここは私たちの通り道なので、そこのところを気をつけて通ったりする、そういう情報はやはりすごく多くの方にとっても私にとってもすごくいいです。日常でも緊急の場面でも情報発信が簡単でスピーディーに共有できるから、住民の安心安全につながるよね。アプリなどを活用して素早い情報発信、情報共有の仕組みを作ろう。スピーディーな情報発信、情報共有により防犯・防災力を向上させよう。